皆さんこんにちはシェピエルのチャンネルへようこそ今日紹介するのはこちらパーティージョイシリーズのナンバー16エキサイトサッカーゲームですちょうど FIFA ワールドカップが始まっているので今回はサッカーゲームを紹介したいと思いますパーティージョイシリーズなのでもちろん発売はバンダイからだいたい80年代真ん中ぐらいに出たものだと思います パッケージのデザインからして78年に行われたワールドカップの決勝、アルゼンチン対オランダ戦のユニフォームではないかと言われています。まだ日本に J リーグもない時代に発売された本格的なサッカーゲームです。パーティージョイシリーズにあるこのここを引くという紙がついていますが、ちょっと今回はそこを使わずに開けたいと思います。 中に入っているのは、まず遊び方説明書。あとまた面白いのが、このエキサイトサッカーを100倍楽しむブックという、サッカーに関する情報が書かれた6ページの冊子もついています。ではまず説明書を見てみましょう。他のパーティージョイシリーズにあるように、折りたため、折りたたまれた形で記載されています。開くとこんな感じで、 セット内容からゲームの準備、ゲームの背景や遊び方が書かれています。結構細かくいろいろ書かれていますね、このゲームは。裏面はこんな感じ。でサッカーを詳しく知りたい時という、まだあの日本に今ほどサッカーが定着していなかった時代なんだろうなと思われることも書かれています。 では他のコンポーネントも見てみましょうこちらがゲームボードです、えー、パーティージョイシリーズというとゲームボードの裏側にも何か書かれていますけれどもこのゲームの場合はゲーム中に出てくるサッカーのルールが説明されている便利なアイテムになっていますこのゲームはナショナルサッカー場で行われるワールドカップの出場権をかけた試合を再現したものそのスタジアムはお客さんで満員で えー、多くの広告主もついてますねこの「タヨト」とか「オディダス」とか聞き覚えのある名前の会社のパネルも出ています、えー、まず必要なのがサッカーゲームなのでもちろんサッカーボールのコマです続いて、えー、2チーム分の選手コマプレイ中はこのようにスタンドに立てて使います、えー、本当のサッカーだと各チーム11人ずつですけれどもこのゲームは 6人ずつのプレイヤーを使いますゲームのルールは、えー、割とシミュレーションっぽい感じでこの6人の選手のコマをうまくポジショニングさせてゴールを狙うというものです。主に使うのはこちらのプレイカード。中には移動、ドリブル、パスというカードがあります。 人数は、この、例えば2人移動する、3人移動する。また、パスにも、パスの後4マス移動できる、などの指示が書かれたものがあります。続いて、こちらのタックルカードです。ボールを持った選手のマスに、相手チームのプレイヤーコマが入った時に使います。1枚めくると、様々な指示が書かれています。 指定された側のプレイヤーがサイコロを振って出た目の指示に従ってゲームを進めますこれがいろいろな指示がカードによって全然違うのですごく臨場感があふれる作りになっています最後にシュートカードですゲーム盤の上に「シュート」と書かれたマスにプレイヤーが止まった場合シュートを打つことができますその場合「シュート」と宣言してシュートカードを引きます こちらも、えー、サイコロの目に従って様々な指示が書かれています指定された側のプレイヤーがサイコロを振って出た目の指示に従ってゲームを進めますプレイヤーは1人5枚のカードを手持ちにしてプレイを進めていきますがプレイカードの山がなくなって手持ちの手札がお互い4枚になった時に前半終了そして、えー、後半を進めて同じ状態 プレイカードの山がなくなって手持ちがお互い4枚になったら試合終了となります。今日はパーティージョイシリーズのナンバー16エキサイトサッカーゲームを紹介しました。いかがだったでしょうか面白いなと思ったらいいねやコメントお待ちしてます。またチャンネル登録もよろしくお願いします。さあ FIFA ワールドカップ期間中ですがみんなで日本チームを応援していきましょう。 では、またお会いしましょう。アビアント